はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、資格学校の世界、残念な人5選、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。資格学校で長年教えていると本当にいろんな人がいらっしゃいます。その中でちょっとね、短期合格にとっては少し残念な人、こういった人の特徴をですね、5つにまとめていきたいと思います。私は以前ですね、この資格試験の世界の中で、こんなあなたは資格試験に向いているということで、まあ、いわゆる資格試験に向いている人の特徴もお話をしていますからね。今回はちょっと残念な人の特徴、あとはそういう人のね、具体的なアドバイスも一つね、加えていってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目から見ていきたいと思いますね。周りを気にしすぎる人、これもですね、ちょっと残念な人になります。で、まずは1点目、この学校の合格率は、まあ、大体の方が聞かれますけどね。で、ここでね、お話ししたいのは、まあ、合格率、当然信頼の一つとしてね、その学校を信頼できるかな、まあ、その判断基準として知りたい、その気持ちは非常によくわかります。ただこの合格率というのもですね、学校によってその出し方っていうのは全然違うんですよ、うん、だから一概にですね、何パーセントですっていうのを鵜呑みにする必要はないし、例えば合格率 90% ですっていう学校があったとしても、あなた自身が不合格だったら意味ないですよねっていうのを私はすごく言いたいんですね、うん、だから視点がちょっと違うんだろうと思います。あとは受講を始めてもですね、みんなどのように勉強されてるんでしょうか、すごく気になりますよね。どうしてもですね、そういうふうに周りを気にするという人がね、いらっしゃるんですけど、それはですね、本当にね、別の方に視点を向けた方がいい。なぜならば、2点目にあるように、これ平均的な受験生では合格しないんです。だから受験生の平均とか、こういうふうにみんな勉強してるからこうやってやりますとかね、それだけだとなかなか合格しない。これはわかると思います。資格試験というのは、いやいや受験してる人はほとんどいらっしゃらないと思いますね。みんな合格をしたい、合格できると思って受験をする。その中で100人受けても10人も受からない資格試験が多いわけですよね、まあ、その中で平均的な受験生を知っても意味がない。もちろんね、それを知ってじゃあ自分はどう変えるかっていうね、そういう視点を持つために平均を知るっていうのも必要かもしれませんが、つまりですね、考えるべきことは3点目にもあるように、自分にとって合ってるか合ってないか、まあ、もちろん学校選びもそう、教材選びもそう、講師選びもそうかもしれません。あとは様々で流れている情報、これも自分にとっていいかどうか、この勉強方法で短期合格した人がいる、だから自分もそれでやったら合格するわけでもないでしょうね、人によって全然違いますから、だからやはり常に考えるべき視点というのは、自分にとってどうか、自分軸をしっかりと持って情報っていうのを選別する必要がありますから、そうしないと情報過多の世界ですから、どうしてもこう振り回されてしまうということになってしまうことが多いと思いますので、周りをね、気にしすぎる人、こういった人はちょっと残念な人になるのかなというふうに思います。はい、それではね、2点目、考えが固定している人、これもちょっと気をつけた方がいい人ですね。結構年配のね、お偉いさんに多いと思いますけどね。で、1点目、アドバイスは耳を貸さない。こういう人もですね、いろいろ相談に来たりするんです。だけどね、相談じゃないんですね、宣言みたいな、俺はねこうやってやる、こうこうこうだからこうやってやる、これでいいですよねみたいなね、そんな話なんです。で、少しでもね、なんかこう違うことをね、こうアドバイスしようかなと思えばですね、ちょっと嫌な顔されてね、で全然聞いてないというところはありますね。まあ、アドバイス耳を貸さない、つまり自分のこれまでやったね、考え方でこれからも受験しようとする、受験勉強にも挑戦しようとする。今まではそれでうまくいったかもしれませんが、ちょっとやっぱ新しい世界に入っていきますからね、そこはちょっとね、考えた方がいいと思いますね。で、2点目、実は言い訳が多い人が多い。実はね、この考え固まってる人の特徴っていうのは言い訳が多いです。結果どうでしたということ聞くとですね、本当にすごく言い訳ばっかりですね。まあ多分ね、この人会社でね、部下に言い訳するなって言ってるだろうなって思いながら私も聞くんですけど、そういう人多いです。だから自分が考えが固まっていて柔軟性がないっていうことにもちょっと気づいてないんだろうというね、そういうふうに思います。そういう人はやっぱちょっとね、短期合格っていう点でも柔軟性がないので、ちょっと残念だなというふうに思いますね。で、3点目、資格試験の挑戦の原点を思い出そうということで、一つアドバイスできるとしたらこうですね。多分多くの方がですね、新しいものに挑戦をする、資格試験でも受けてみようと思う。それは今までの自分をバージョンアップさせたい、枠を広げたいと思ったからだと思うんですね。
全くね、今までの仕事の世界とは違う世界です。資格試験のね、受験世界というのは。そしたら、若かろうが誰だろうがですね、その世界に入るんですから、しっかりと耳を貸して柔軟性を持って自分の枠を変えていく、そういった決意がまず重要だろうというふうに思いますね。これまでの自分から大きく変わっていこうと思って受験されてるんでしょうからね、その原点を忘れちゃダメです。でどうしてもそれ以外のね、プライドとかなんかね、その考えに固執してしまうと、やはりちょっと残念な人になりがちですから、ここは注意した方がいいと思いますね。はい、それではね、3点目です。とにかく楽して合格をしたい人、こういう方も結構いらっしゃいますよ。はい、ね、ちょっと残念になる部類になります。で1点目、秘密の勉強法とか特別な暗記法とか大好き、あの先生がこう言ってましたからとか ね、こういう風になってもうすぐ飛びつく、しばらくするといや別のねやつでこれやります。だからどうしてもね、教材なんかも安定しないしね、次から次へという形になってちょっとつまみ食い的な形になるとね、やはりなかなか成果が得られないので、かなり残念な人になりがちです。で2点目、受験で一番必要なのは覚悟、ね、先ほどもちょっとお話をしましたけど本当にそうなんですね。半年とか1年とか継続的な地味な努力しないと、やっぱり難関の国家資格は絶対に合格しないと思います。覚悟が必要なんですよ。それをやっていこうという覚悟、その地道なものを人の何倍もやっていこうという覚悟、最初の入り方からですね、なんか効率重視というかね、まあそんな風にしか考えられない人、この人はやっぱりなかなか客観的には世界を見てないと。そういう楽な合格があればですね、誰も苦労はしてませんし、本当に楽に合格できる資格だったら価値は低い資格でしょうしね。やはりそこはね、しっかりと客観的に考えていく必要があると思います。そういう人は3番目、楽して仕事をすることはできない。そういう人もね、資格合格をしたいというのはやっぱ資格を使って仕事をしたいということだと思いますが、資格の仕事、資業の世界の仕事っていうのはそんなに楽じゃありません。なんかこうしたら楽に儲かるみたいなね、そんなことはないと思います。ですからやっぱりね、私は受験時代っていうのはそのね、開業した後、独立した後に大きく伸ばすための基礎を作っていく、そのための勉強だというふうに思いますからね、やっぱり基礎をね、きちっと固める覚悟をしないと合格後に伸びていかないと思います。本当にね、楽して合格したとしてもよ、合格して何も使えなかったらやっぱり意味ないですからね。ですからやっぱ合格後も考えるとですね、最初からとにかく楽して合格したいみたいなね、考え方、これは少し改めるべきじゃないかなというふうに思います。はい、それでね、続いて4点目です。今ここに集中できない人、この人も多いですよ。まず1点目、過去の失敗と合格後の計画、こういう人はですね、過去にこういう失敗したっていうのにかなりとらわれている人多いですね。言葉の端々にですね、いや昔こうだった、ああだったね、これでうまくいかなかったとかね、やっぱそういったところにとらわれて生きている方多いですね。あとはこういう人も多いです。もう合格後の計画は完璧なんですよ。ああやってああやってね、俺はすごいことになるぞ、もう計画ばっかり立ててる人、こういう人はね、やっぱりどうしても今ここ今やるべきことっていうのがこう集中できてない人ですね。気持ちはよくわかりますけどね、ここはその自分の特徴だと思ってね、そこはクリアしていく、そのためにね、今資格試験に向き合ってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。2点目、目指す資格を変えてしまう人も多い。こういう人に限ってですね、コロ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 資格を変えていくいう人多いです。これやってみたけどやっぱり難しいとかね、でこっちやってみよう、いやこれはちょっとね簡単だしちょっと嫌だみたいなね、コロ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 資格が変わっていく、そうすると当然結果は出ませんよね。やっぱり残念な人になると思いますね。今ここに集中するという大切さ、しっかりとね認識する必要があると思いますね。こういう人には3点目、とにかく合格してみよう、小さな資格取ってもね意味がない言うんじゃなくて、まず受かってみてください。そしたら見えてくる、つまり受験を決意してから努力をし、それで結果を得て成功する、その経験が何よりも重要です、そういう人はね、だからそれをね小さいところでいいからとにかくやってみるということ、やっても意味がないんじゃなくてね、そこから積み上げていく、常に自分の現状から積み上げていかないとね、どうしても自分の現状が高いところにあってね、そこからやろうとするからうまくいかないんでね、自分の現状足元から固めていく、やっぱそういうね姿勢は絶対に必要だろうと思いますね。はい、それではね5点目、テストから逃げる人、この人も多いですよ。ちょっと残念ですね。1点目、実は優先順位を持って行動することが苦手、何々があってね、テストから逃げる、理由は当然あるわけです。だけどそれはね、もっと根本的に言えば、そういう人っていうのはやるべきことっていうのがきちっとこなせないんですよね、というか優先順位ができてないんですよ、うまく行動がね。
どうしてもね、イレギュラーなことっていうのはどの世界でもあるわけです。だけどそれも想定しつつ、やるべきこと、やりたいことではなく、それが優先順位をきちっと決めてやれるかやれないかなんですね。そうしないと、その優先順位ができてないっていうところがね、普段の行動の中で、それが分かってないと、もういくら経ってもテストから逃げる結果は怖いですからね。誰でもね、結果、悪い結果を取ってば嫌な思いになりますから、それは誰でも嫌なんです。だけどそこから逃げてると、やはりね、新たな気づきは生まれないと思いますね。2点目、本試験の期限は延長なし。当たり前ですよね。本試験日は絶対に変わらないですから、それの中でみんなレースをしているわけです。こういう人に限ってですね、試験直前だったら、あと1ヶ月あれば合格しますとかね、こういうことになるわけですよ。それ最初から分かってるわけですよね。だからといって、じゃあ来年もどうなるかっていうと、来年も同じようなことを言い出すようになります。それは根本的には、先ほど言ったように優先順位ができてないんですよ。優先順位の行動ができてない、そこにしっかりと自分を見つめていく姿勢必要だろうと思いますね。ですから3点目、やっぱり自分を知ることから始めるというね。やっぱりね、テストを受ける、結果を出る、私は結果はね、本当にあなたのね、どんなことがあってもあなたの今の実力そのまま表してますよ、言います。本当にそうだと思いますね、いろんな意味で。だからそこをですね、しっかりと見つめて自分を知っていく、これはですね、受験勉強において本当に重要なことだと思います。みんな自分を、ね、知らないから、自分に合った勉強方法も取れないし、本質的なね、ことの議論が見えてこないんです。それ自分を知れば分かると思います。本当のことを言ってる人のね、言葉が通じると思いますけど、まあ、その辺も重要ですし、開業してからはなおさら必要ですよ、自分を知るというのはね。知ってる人が絶対強いっていうのが私の持論です。誰にもでね、得意の分野もあれば不得意の分野もあるんでね、自分を知って自分のね、いいところ、有利なところを伸ばしていく、そういった姿勢がどうしても必要になってきますから、まあ、ぜひこういったところもですね、この受験勉強を通して考えていただきたいなというのがね、私の思いです。ということで、今回はですね、ちょっと残念な人っていうテーマで5選お話をしました。まあね、こういった人でもですね、その後ね、大きく変わってですね、短期合格を勝ち取っていく、こういった方もね、私ずっとこの間見てきていますから、ぜひですね、今回は残念な人の特徴をお話をしましたので、まあ、ここも気をつけながらですね、前に進んでいただければなというふうに思います。今回は以上です。